獲得版令和の虎。正直感情マーケターが介入すべきタイミングとかも僕は分かってます。で、今現時点も結局何が起きてるかっていうと、僕の組織で武田塾とかも僕は一回も校舎に行ったことないし、今ホスト事業もほぼ顔出してないです。ただ彼らは自走する組織になった上で、自分たちでアイデアを出しながら伸びまくってるんですよ。僕は教えてるんじゃない、ティーチングをしてるんじゃなくて、壁打ちコーチングをしたりとか、周りの人間にそのトップの素晴らしいところを伝えたりとか、決して僕が特別なことをやってるわけじゃない、アドバイザーをやってるわけじゃなくて、その中にいる組織をうまく循環に回していくようなことをやってます。まあ例えばで言うと、イエさん、僕がね、ヒカルくん家に行ってからずっとやってるのは、あの家も含めて、入江さんも含めて、もっともっと、なんか、ヒカルくんが輝くようになっていけばいいなっていうことをやってるんですよ。で、これはね、なかなか表現がしづらい。正直。特別なことをやってないから。特別なことやってんだよね。だから、桑田さんしかできないんじゃないかってみんな思ってます。なるほど。なんか怖いのが、普通の社長だと桑田さんの魅力に食われちゃう気がするんだよね。あ、ごめんなさい。ここね、プレゼンテーションの場なんで、ぶっちゃけこの奥にいる視聴者さんで助けてほしいって願う人にも届くようにやってます。で、実際はヒアリングメインです。で、僕が動くわけじゃないです。基本的には組織が動くように仕向けていきます。これが自走する組織です。理解いただけますか？でも結局そのなんですかね、属人性みたいなとこを強めて、こう一人一人が自立して頑張ってこうみたいなところだったと思うんですけど、そもそも仕組み化されたところ組織を後からその属人性じゃ、なんで真面目なことしか言われやってこうって、いや気になるじゃないですか。だってめっちゃ理想は掲げるけどディティール理解できてないので。あ、そうなんですよ本当にね。だから仕組み化の何がいけないかっていうと、形骸化しちゃう仕組みがいっぱいあるんですよ。はいはいはい、やらない、やりきれない。例えば僕の会社ではピアボーナスっていう制度を入れてます。お金にならない、成果にならないようなお手伝いをした人を評価する制度。これってめちゃくちゃ工数かかるんですよ。例えば今日の配膳宅で〇〇ちゃんにこういう声掛けしてくれてありがとうみたいな。まさにそういうピアボーナスみたいなのを最初制度として入れるんですよ、経営者は。でも結局大事なのって、その先それを運用するかどうかに決まってないですか？会社ってそうじゃないですか。経営ってそうなんですよ。何でもサービスを入れりゃいいってもんじゃなくて、それを回す人がちゃんと何のために回すかまでコミュニケーション取らなきゃ回らないんですよ。その通り。はい。なんか金にならないこと、例えばゴミ拾いましたとかトイレ掃除しましたって普通のことだと思うんですけど、そこにインセンティブとか与えちゃうと。ピアボーナスはそのさっきの質問に対しての例で言っただけで、ピアボーナスはやらなくても別にいい組織はあると思います。ほう。はい。僕の組織では必要でした。なるほど。成果主義に偏っているところを、もっと振る舞いがいい人間の方がもしかしたら必要だよねって。この明るいだけの人間だったりとか、振る舞いがいいだけの人間によることによって売り上げられる人間が5人いる場合があるんですよ。だから僕の組織ではここをめちゃくちゃ大事にしろって言ってるんですよ。じゃあもう仕組み化された中で、そのまあある種言い方あれですけど、作業員みたいになってしまった人も、はい、こう熱いパッションで属人的な才能を発揮できるノウハウがあるってことなんですか？あ、それはあります。うお、それがあります。浅田くんの会社に入れたらいいんですか？一番。確かに。一番なんか絶対やってなさそうなんで。うん、やばいっすよ、うちは。でも青笹のいいところは、多分ちゃんと伝えるところは伝えれてるんですよ。まあメッセとかでかもしれないですけど、やらないところは多分そこで。で、入江さん一回なんか指導したんですよね。指導、昨日もやってました。あ、そうなんですね。やばいっすよ。コミュニケーションがすごい、はい、多分言いたいことをこうすごい短文で伝えるから、うんうんうん、彼の場合は多分そう、多分パッションとかいらねえって思ってますもんね。だからね、これね、結構令和の虎がなんか今の良くない経営者育てたなって思ってるとこあって、もうね、結論から話しなさいばっか言うんですよ、このチャンネルは。あ、めっちゃわかる。なんか正直結論から端的にってのは、その瞬間こういうプレゼンの場ではいいんですけど、普段のコミュニケーションでそこはじゃない部分の方が重要な特技があるんですよ。で、それはお互いの相互理解は絶対に短文ではいけない。なんですけど、青笹は、基本的には自分で営業を取ってくるし、自分の会社はそれで回ってると思ってるんですよ。じゃあ、社員をどう評価したらいいかっていうのは、別の座組で考えなきゃいけないよねっていうので、作っていきましょうみたいな感じですかね。具体的にじゃあ、感情を入れた評価軸をじゃあ、ポンって今、具体的にこう、
給与設定の基準を今パッと事例で出してくださいって言ったら、どんな軸でこう作ります？青くんの会社でこう、なんだろう、じゃあナンバー2の給与を今、こんな軸で決めたいって悩んでますと。で、青くんがナンバー2の給与の基準を悩んでます。はい、こんな基準で決めたらいいんじゃないっていうのを今具体例でピッて出してくださいって言ったら、どんな項目を入れます？幹部の四大スタンスみたいなのをうちは入れてて、まあこれは P 入れてほしいんですけど、幹部基準から、うちなりにアレンジしました。自分のこととして捉える力、やり抜く力、学び続ける力、これ自己変革力ですね。で、誠実さ、正直さ、で、これは人望信頼だったりします。まあここの軸を入れていくと思います。はい。これは、まあ、そのためにどういう評価をするかの上で、行間を読む。その他の社員たちが彼をどう思ってるのっていうのを雑談ベースでヒアリングしていくようなコミュニケーションがあります。そこから汲み取っていく。じゃあ人望をどう評価して給与に結びつけていくんですか？ああ。そこがなんか曖昧に。ごめんなさい、ごめんなさい。ですね、うん、僕はあくまで評価制度を導入したいわけではないです。ブランディング力を上げたり、自社の組織がより働きがいのある会社にしたり、で、それによって一番の目的は成果を上げるためです。で、人望が集まってきて成果が伸びなかったら、これは評価はできないです。なるほど。はい。だから、最終的には、どのポジションであれ、成果は絶対に一番の項目です。うん、その、プラスで項目をつけるっていう感じです。じゃあ結局、アウトプット物として成果が出るのであれば、結局成果で評価したらいいんじゃないってなるんですよ。感情を間に入れなくても。ここで最終数値で売り上げとかが上がってくるのであれば、ここを評価に入れるのめんどくさくないですかっていう。違うんですよ。じゃあ、そぎ落としてよくないっていう。佐久君社員何人いるんですか？今、まあ、雇用形態いろいろあるんですけど、50人ぐらいがうちからの報酬メインで食ってますね。それは業務委託。業務委託とかも。だからこの成果型の組織で、お互いに横のつながりがそんなに必要なければ、このマネジメントは必要ないと思います。まあ、俺結構ちょっと響くところがあって、確かにその淡々と仕事やってて帰りますみたいなパッて帰ってて、まあやることだけやってる人よりも、まあなんか思いを込めながらやってるやついるじゃないですか。はい。ね。会社に愛がある人。そう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 。そっちの方がやっぱりよく見えますよね。はい。っていう話です。で、そっちやった方が、こいつらを伸ばした方が、会社がおのずと成果絶対上がるよって話ですよね。そうです。本当に26、7ぐらいの時に、もう、すべてを変えたんですよね。まあ、国税が入ったっていうきっかけがあったんですけど、僕自身が、何のために組織やってたんだっけっていうふうに、ちょっと、まあ、若干、経営鬱みたいになっちゃって。で、その時に思ったのが、こいつらのために経営してるな。だから俺こんなに突っ走れるよなっていう組織を作らないと、自分自身が30代で、この状態になったら、経営やめちゃうかもなって思ったんですよ。だから、佐古くんはまだ若いし、青くんも若いんで、気づかないかもしれないけど、組織があることによって自分が、打ちひしがれた時に頑張れる原動力になることがあります。経営者の歴史で言ったら。だから、そのための貯金じゃないけど、この、貯組織を作っておく。っていうのが僕のサービスでもあります。まあ、でもざっくりまとめると、式学的なきっちりとした、体系はあるんだけど、はい、その中で一人一人がその仕組みの中でただ働いてるだけじゃなくて、より会社を良くしようってみんな思いながら働いてる状態を作れるってことなんですね。お手伝いします。作るのは社長です。はいはい、これは言っておきます。うん、作るのは社長だし組織です。僕らはしっかりお手伝いします。で、一つ言えるのは、僕は継続力があります。そして通販版でもそうですけど、クライアントに対して全て全力でやります。全力おじさんなんで。で、今回はどういう料金イメージなんですか？プレゼン資料の一番冒頭にこれ書いてあるんですけど、まずはですね、頭金が60万円を2ヶ月、支払っていただきます。で、これは1ヶ月目60、2ヶ月目60。で、ここでしっかりと社内組織だったりとか、社長が何をしたいかみたいなのを、ヒアリングします。で、その後は、まあ、ご覧の通りで、月1ズームなのか、それとも社外コーチングを組織コーチングとして、入れるのかっていうところでやっていきます。こんな月1ズームとかで成果出るんですか？月1ズームは今お話ししてたようなことを。最低料金です。分かってるけど。まあ、桑田を最低料金で月1雇うならこれぐらいです。150万円。すげえ目力なんだけど。これどのぐ、でもね、モテキさん分かるでしょ？優秀な人材を
年間でね、360万。雇いますか？いや、雇えないね。というところもあります。僕はお手伝いできるところが実はですね、このブランディングも含めて結構あると思ってます。認知拡散力もあるし、あとはその自分自身がノウハウを蓄積していける人脈だったりとか学びがあります。で、学び続けてることも自負としてあります。毎週金曜日にコラムを更新してたりとか、あとは社外での付き合いもすごい大切にしてるので、まあ、そこからその人にとって、適切な人を紹介できるかもしれない。そういうことも考えてます。80万だとどのぐらい関わってくれるんですか？時間だけで言うと。まあちょっとざっくり言えない理由は、先ほどあったようにその会社にとって何が必要かを決めなきゃいけないんで、まあ本当に平均的な80万で言うと、月2回の研修を2、3時間をやるっていうイメージですかね。これはオフラインとオンラインもやり方があって、基本的に僕はミーティングの中でオンラインっていうのはやりたいことだったりとか、ちょっと行間があるような話題作りのためにはオンラインは絶対やっちゃいけないと思ってます。オフラインでやるべきこと、やることが決まってることに対してはオンライン使った方がいいと思います。いや、これが本当にいいもんだったら僕パクりたいですね。あ、パクりたい、うん、パクりたい。あ、本当に例えばこのテキストあって、これ武田塾理論なんですけど、これ第1章から第4章まで全部作るんですけど、これごめんなさい、1章しかないんですけど、これをね、見ただけでやれる人はやったらいいんですよ。やってみーって思うんで。僕はここで話してない内容、ここにも載せれてない苦労、ここが本当の意味でのノウハウだと思ってます。単純にこれなんかやっぱ、僕は従業員100人ぐらいいるから、100人ってぶっちゃけだなし、ここで言った社員怒るかもしれないですけど、100人中多分30人ぐらいしか名前が分かんないっていうか、うんうんうん、40人ぐらいで、はい、あと60ぐらい多分、はい、正直名前覚えられないぐらいな感じになってきて、はい、だからこの、そしたらこの30人とこれをやろうとしちゃうから、この人たちからしたらなんかつまらんなって会社がならないかが心配ですね、正直言って。ありがとうございます。一番いい質問。ちなみに僕も最初の研修だったりとか社内を変えようと思った時に何をしたかっていうと、幹部だけしかやってないです。理由があります。基本的には幹部が影響力を持って幹部が組織を育てていくんで、基本的には幹部にしかこの研修を最初やらせません。で、なんなら僕たちとやってるこの研修にやりたいですまで持ってってます。今はボトムを気にするんじゃなくて、そのためには自分で成果出したりとか振る舞い良くしたりとかやっていこうねっていう、この文化を作ることが大事だと思ってます。なんか僕グループジョインさせてる会社の社長からあるメッセージが来たんですよ。それなんかしたら、うちの会社の中ってこう人がいっぱいいるんですけど、はい、まあ、ブロックごとに会社が分かれてるんで、6社ぐらいが1個の事務所に入ってるんですよ、うん、で1社が入ってきたから、じゃあみんなでその全員から名前分かんないからコミュニケーション取るためにランチ会やりましょうって言った時に、この社長が言ってきたとか、こんなこと、これやったら多分社員辞めちゃうからやりたくないですって言われたんですよ。そう。そう。こういう集まりって絶対強制ですかって。これを言った時に、こういうのはやりたくないんだけどって絶対言うやつが出てくるから。入江さん素晴らしい、はい、そうなんです。だからそういう人が今増えてるんですよ。うん。だから刺さると思ってます、逆に。なるほどね。うん。なんか組織なんていらない、なんか飲み会なんていらない、そういう人が増えてるんですけど、それは意味のないコミュニケーションだったら僕もいらないと思います。なぜランチ会やるのかをしっかり説明して、そのためにみんなで一回自己紹介しようねとか、ここのセットアップが多分入江さんは抜けてたからだと思います。その社長に対して。で、ここまでのコミュニケーションも、このセットアップをしっかり伝えて、誰に伝えるべき人を選んで伝えてくださいっていうのまでやらないと、会議ってのも、そのランチ会も意味ないものになっちゃうんですよ。だからそこまでも、なんでうまくいかなかったかも、しっかりとフィードバックできます。青くんの会社に入れてほしいですけどね、俺。青くんの会社がどうなるか見てみたいです。ああ、ぜひ。これでも一つ思ってるのは、これ、このチャンネル出たじゃないですか。青ちゃんとか、さこさんに何を手伝ってもらいたくて来たの？やっぱり二人は、コンテンツを制作する力だったりとか、あとは、まあ、広告出していただける力もあると思ってるんで、まあ、基本的にはマーケ。本当に組織に困ってる人、令和の虎を見てない方もいると思うんですよ。そういう方に向けてしっかりサービスの発信をしていただいて、この日本の経営者の頭脳とマインドを変えていきたい。なんかでも桑田さんが好きな人しか申し込まない気もするんですよね、属人的にね、うん、でも最初はそれも仕方ないと思ってるんですけど、結果が出ればどうですか、うん、今通販の虎やってます。10月からローンチしました。ありとあらゆる商品が売れるようになってます。
僕が出てるから商品が売れてると思いますか？そうじゃなく、ね、なくなってきてるんですよ。通販の虎自体に影響力が出てきてるんですよ。だから僕はそこを目指してます。最初は僕の力でやります。何の組織でも多分皆さん経営者だったんで、経営者のマンパワーは絶対必要だと思うんですよ。最初はだから桑田流星のファンが集まってくるけど、それでもいいです。ゆくゆくはこのサービス自体が知名度を上げて、はい、そのサービス自体にファンがつくようにすると。はい。結果出します。やっぱ青ちゃんいらないんじゃないかなと。まあ、いるよな。マーケティングとかやるんで。青笹の力を見くびらないでしょ。まあでも本当に逆に言うと、僕みたいな人が減ってるんじゃないかなっていう気概もあるんですよ、日本の中で。まあ、陽キャ陽キャ言ってますけど、これ冗談じゃなくて、なんかこう、世界にもっともっと通用する企業さんとかもいっぱいあるはずなのに、なんかこう、どっか、今の自分でいいやとか、なんか、社長自身がチャレンジを求めてないような風潮を感じてて、入江さんとかやっぱ光くんと一緒にいると、そこをめっちゃやってんですよね。ホテル買うんかいみたいな。やっぱかっこいいじゃないですか。でもやっぱそれを、やるかやらないかって、周りにパワーのある人がいると、で、やれるかもなって思えると思うんですよ。だから僕も正直この、企画、ヒカル君に何かやらないんですかって。ずっと なんかよくわかんない。家の中でプレッシャーかけられて、まあヒカル君もやってるし、まあ俺もなんか世の中のために、日本の経済のために、何かやれることないかなって思って、これをサービスを展開したいと思いました。広げさせてください！ラストステートみたいになっちゃったけど。桑田自ら提案する気鋭のサービス。会社の左腕に焦点を当てた新たなメソッドで経営の常識を覆す。いざ迎える最終決断。物語の行方は。じゃあファイナルジャッジメントタイムです。それではただいまより最終決算に入ります。じゃあ1枠目のチャンキムさんからお願いします。いやー、もう即答です。終了しましょう。僕も一応広告のその点のプロなので、お手伝いできることは死ぬほどあると思うので、ていうか言ってることが全部おっしゃる通りすぎて、見てみたいです、その未来を。はい、足引っ張んなよ。それは考えとく。じゃあすいません。じゃあ2枠目の平井さんお願いします。はい。桑田さんなんで、協業しましょう。で、僕、桑田さんのこと、今後、顧問をやらせていただこうと思ってるので、それも含めて、はい、ね、桑田さんが危なっかしいところを僕が止めるというところも含めて、協力していきたいなと思ってます。ありがとうございます。じゃあ、3枠の入江社長お願いします。協業しましょうで。お願いします。これは、でも、青くんの会社にまず入れて、見てみたいです。多分、一番むずいと思うんで。はい。多分。陰キャ大好き。え？陰キャ大好き。ですよね。一回ちょっとそれ見て、それをちょっと、チャンネルで上げてください。はい。じゃあ、4枠の茂木社長お願いします。はい。いや、桑田さんなんでね、結構厳しくいきたいなと思うとこはありますが、まあでもこれしかないかな。っていうか、僕一緒にやりたいです。マジで。まあ一緒でやりたい。はい。おお。これいいと思う。ありがとうございます。うん、し、今日の一番の発見は、桑田さんと結構経営に対して考えてるとこ近いなって思ったので、それが一番嬉しかったです。ありがとうございます。1枠目から今ずっと協業しましょう4連続出て、最後佐古社長お願いします。ありがとうございました。協業しましょうでお願いします。いや、敷居額超えるのめっちゃいいですね。あ、でもいや、でも青くんの会社に入れるは本当にそうで、てか僕のとこにもちょっと入れてみたいです。お、言うてもうちも仕組みでずっとやってきて、冒頭で言った10億とかぐらいで伸び悩んでる会社の代表例だと思うんで、それをちょっとチャンネルで追ってみて、まあ、よりそれもね、プロモーションの一環になればなって思うんで、はい、一緒にやってみたいなと思います。よろしくお願いします。はい。じゃあ、無事ね、オール達成というところです。おめでとうございます。あらし！頑張りましょう。頑張ります。頑張れよ。桑田さん、最後に一言よろしくお願いします。まあそうですね。僕の強みって、実は強みを見せることじゃなくて、弱みを見せることだと思ってます。で、経営者ってやっぱ弱みを見せれないと思うんですよ。なんか、ちょっと頑張ってるとこ見せなきゃなとか。で、それによって経営者がぶっちゃけ蓋しちゃってると思ってます。日本の経営者の蓋を開けるには、弱みも強みに変えれるよっていうところも、ぜひ経営者の皆さんに伝えていければなと思ってます。入江の弱みも見つけてやるよ。な。青澤さん、頑張ろうな。はい。よろしくお願いします。タイガーファンディング黎明期を支えた古参の虎、桑田が自ら志願者の椅子へ。経営者を支える気鋭のサービスは見事協力確約で終幕。虎たちのサポートのもと、ビジネスはさらなる進化を遂げる。戦い続ける桑田、
決して折れない心で突き進む挑戦は続報を待て。というわけでオール達成というところで、サービス概要だったりを改めてカメラの向こうにいらっしゃる経営者の方に説明していただけたらなと思っております。俗人的なマネジメントばっかりをフィードバックいただいたんで、それだけじゃないよってところを説明したいんですけど、まず株式会社左腕がサービスすることがコーチング。これはね、社員たちが何のためにこの会社で働くのかみたいなところをやります。これ必要なかったら別にやんなくてもいいです。社長が僕とただ壁打ちしたいって方もいると思うんで、それでもいいです。あとはコーチングの中で表彰式とかも提供できますよと。僕たちは表彰式やってるんですけど、これって金銭的な評価と非金銭的な評価どっちもやってるんですよ。表彰制度って結構重要で、自分たちがこのためにやってるよねっていうのをインナーブランディングとして打ち出せれば、それを動画にして外に出したらブランディングのようになりますよっていうところもあります。表彰式の運営とかもやってくださる？あ、もちろんやります。全部できます。単純に巻き取ってくれる？はい、巻き取れます。どこの会場でとかも一緒に決めるんですけど、ね、ただこれをやるためにはコーチングをやりながら社内の理解分解していかないと、この組織って何が魅力かなっていうのが見えないんで、そこはセットでっていう感じですかね。コーチングとニュージェネレーショングループの表彰式はこんな感じです。ありがとうございます。OK あとはですね、人事評価設計、これもお手伝いしていくんですけど、社内の人がどういう人がいてどういう評価が受けるかなっていうのもやっぱり分解していかなきゃいけないんで、コーチングとセットになってます。で、別でブランディングだったりとか、これはウェブ周りも含めてどういうブランディングしていきましょうとか、これね、一番大事なのは社長だと思ってます。正直今僕たちって一番強いのが社長がどういう人格でどういうサービスしててなぜやってるのかみたいなのを打ち出すのが得意な人たちだと思ってるんで、ここのブランディングのやり方みたいなのも教えていきます。正直採用に困ったことないです最近。で、組織作り、ここもどんな人がいてどういう風に当てはめていくか、ポジションを新たに作るのか、で、店舗をどうやって回していくか、アルバイトと社員さんを回していくかみたいなのもしっかり店舗ビジネスやったことがある経験が生きると思うんでできると思います。あとは人事の相談、それこそ半年に1回1年に1回昇給昇格、そういう制度を作ったり、どうやって昇給昇格させようか、まあ、一番ダメなのは年功序列だと思います。甘辛でただただ年齢が上に行くに従って給料を増やす、こういう組織で困ってる人もいると思うんで刺さるから。あくまで僕の組織って実はハイブリッド型なんで、ドライな部分をしっかり持ってます。放送中どうしても俗人的に桑田さん何やんの、熱血でやんのみたいな感じに見えちゃった方もいると思うんですけど、改めて言えるのは理論的にもしっかりやるんで、理論と感情のハイブリッドだと思ってください。あとはマネジメントです。僕とか佐古くんみたいな若い経営者ってマーケ全振りでマネジメントほったらかしみたいなめちゃくちゃ多くし、実際僕もやっぱ末端売上が5から10億ぐらいの時に組織崩壊しまくって、結果何やったかっていうと僕のマンパワーで突き抜けて突破するみたいなやったんですけど、結局今それでだいぶ僕の体にもガタが来てるんでやばいなっていう。もうちょっと早く出してほしかったですね僕は。これおー嬉しい。やばいっすもん今。マンパワーでいける会社さんいっぱいあるんですよ。ただある時に言われないと動かない組織が出来上がってるんですよね、社長の下に。それってじゃあ皆さんが求めていた経営者像ですかっていうのと、皆さんが作り上げたかった組織図ですかっていうのが言いたくて。いやこれめっちゃ刺さる人いるよ本当に。これをクリアすることの重要性分かってないんですよ結局。5億から10億の人ってもっと仕組みでいけるじゃんとか、マーケをもっと頑張ればもっと伸びるじゃんとかなんですけど、そうじゃないんですよね結局、はい、一通り多分皆さんがやった方がいいって思うことをやってきてここに立ち返ってるんで、ハイブリッドが最強です。それを信じてください。お願いします。結構一人社長の人とかも多いと思うんですけど、組織を作ること自体の重要性みたいなので、社長が自由な可処分時間だったり所得をもっともっと増やすべきだと思います。そのためには人に任せる力だったりとかを養っていかなきゃいけなくて、任せ方とかがコミュニケーションが重要になってくるんで、この任せ方だったり任され方をどうやったらいいかな、これってねめちゃくちゃ大事で、どっちにも育成します。任せる側も育成するし、任される側も自分から仕事を取りに行くことも大事じゃないっていうコーチングをしたりするんで、基本的には一方的にトップダウンでこうするようじゃなくて、どっちも重要でしょ組織は。多分皆さん三角形が図だと思ってるんですけど、僕は平たい丸だと思ってて、社長がぐる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 円になってそこから波形していくっていう、その中でだん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 アメーバ状になって、うん、どこでかしこでも熱量がある、これが素晴らしい組織だと思ってるんで、図で言うとそんな感じかな。というわけで説明会を開催しようかなと思います。よろしくお願いします。これは結構経営者向けのちゃんとしたサービスなんで、ズーム説明会とかじゃなくてオフラインで会場を借りて説明会を開催しようと思います。説明会の開催に関してはこちらの概要欄のフォームから申し込みをしていただいたら、その人数を見て会場を借りて、ここの会場に何人してですよっていうふうに連絡するので、このサービスについて興味がある経営者の方はもう問答無用でスケジュールとか確認せずに、興味があるというだけで概要欄から申し込みいただけたらなと思います。申し込みをしただけで特典がもらえて、かつ説明会に来ていただいたらさらに特典がもらえるみたいなふうにしようと思うので、組織に困ってるとか一人社長で10億達してない人、必ず組織に問題があるんで10億を突破したい
一人社長の人、今組織を構築しようとして困っている人は必ず概要欄の方から説明会申し込みをしていただけたらなと思います。当日は僕らも行くので多分林さんも来てくれる気がします。おー嬉しい気がします。ありがとうございます。アポ何も取ってないです来てくると思います。あくまで経営者さんはやっぱり成果が上げるのがベストだと思ってるし、コストカットもしたいと思うんですよね。じゃあ誰にそれをやってもらうか、どうやって任せていくかみたいなのをちゃんと組織にしていけると思うんで、ぜひとも興味ある方来てください。じゃあ概要欄から今すぐ申し込みください。